どうも皆さんこんにちは、ジャバムの抹茶です。今回もピクミン3実況ですね、サイドストーリーのオリマーの冒険再び、こちらをやっていきたいと思います。今回やるのはデイ4ということで、パーツを目的地まで運べということで、もうパーツが見つかっている状態からスタートするんじゃないかなと思います。ドルフィン初号機のパーツを運びながら邪魔なものを先回りして取り除くんじゃ。川を渡るには架け橋を両岸から伸ばす必要があるぞということで、今回もオリマー君そしてルイ君をうまく使う必要がありそうですね。はい、ということで早速 D4 やっていきましょう。前回ゴールド4になっちゃったからな、今回はプラチナ取りたいですね。作業4日目、ついにドルフィン初号機のパーツメインエンジンを発見した。風雨にさらされたせいで少し汚れてはいるが、機能や性能に問題はなさそうだ。原生生物に襲われて壊されないよう慎重に運び出さなければということで、しっかりと運ぶぜ、やっていこう。 Day4 ようやく発見、一つ目のパーツ。なんかあるんだろうパーツ。邪魔する原生生物を倒してパーツを安全に運ぶのじゃと言ってますね。さあマップはこの雪マップですね。じゃあ早速マップ把握からしていきましょう。この場所があれかな、ロケット的な持ってくる場所ですね、ゴールですね。この白い玉なんだろう。で奥にキノコがあります。はいはいはい、パーツはどこだ、パーツを探せ。パーツこれか、パーツはこの道を行くのがいいんだね。これなんだ、あこれ橋のかけらか。なのでどうやっていくのがいいのかな。あなんだ、あここを壊してあげる必要があるんだ。なるほどなるほど。あれピクミンって出せるのかな、そもそも。ちょっと考えどころですね。この黄色い点々点があれかな、キーピクミンかな。そんな感じだね。あ上に行けるんだ、なるほどなるほど。であればオリマ君はこっちピュー行くんじゃねえ、なんだっけ。あーでもこの子まだ待たざるを得ないな。よいしょ、いやこの子も行けるな。オリマ君ずっと抜いてるだけだもんね、そういう意味で。よいしょ、あこれ通った後だね。社長に似たオブジェの花が消えたって言ってますが、ちょっと待って。おお、あれあんまりあんまり変わらないな。滑り台だ、わー楽しそうだな、楽しそうだな。だがここは1箇所でも空いてればいいですね。戻ろう、戻って、であればこうかな。あれちょっと待って、そこは頑張らんでいいよ。こうしてこうかな。あれ待って、落ち着け。道は、あもうこっちそもそも行く必要ない。あれなんかここに青ピクミンいっぱいいない、気のせいか。じゃあミスターオリマーにそこは任せようか。ここまで。よいしょ。ルイ君はこちらへ。逃げて。逃げないで。逃げて。逃げて。いけー、ペペ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 。よいしょ、てかあっちで増やせるな、頭数。いけ倒せよ、やれる、よし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 、全員で襲うんじゃ、全員で倒すんじゃ、おいでするんじゃ。おー集まれー、これ倒せるな、よし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 。であれば、ルイ君戻ります。
そしてこっちはこっちで、よいしょ、おいでします。で、オリマーくんはどこがいいかな。あー、水辺に行けるのか。あれ、あ、壊しとかないとダメなの。よいしょ、よいしょ、抜いていきましょう。で、彼らは彼らでここを壊していく使命があるわけですね。あ、まだいっぱいあるな。いっぱい抜かないと。さあ、ここをみんな通って大きくなっていくんやでと、大きくなっていくんやでと言いながら向こうに突撃じゃー。次、あ、魚いたよね、ここはやつを襲うんだ。よし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 、こっち原生生物なしです。向こうにいるのか。これ火だから結構気をつけて戦わせないとまずいのか。よいしょ、大丈夫か。こっちでヘイトを稼ぐ。あ、ナイス判断。えいや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 ーい。オッケー、残った子でここを運ぼう。次、こっちはこっちでまた別の戦いが始まるわけだ。オッケー。あ、食べられた。数で寄せ、数で。よいしょ、じゃあ赤ピクミンをあれしましょうか。ルイ君が何ができるのか、この子。運んで、ベースがどこだっけ。ここか。あれ、青ピクミンどこに運んでんだ。あ、これか。じゃあここまで行かないといけないね。よし、こっちはこっちで抜き終わりました。あ、すぐそこにたくさんあるな。あれ、待って、落ち着け。赤ピクミンエリア、あー、ぐるっと回る感じね。なるほど。よいしょ、激辛エキスを持っていきましょう。よいしょ、じゃあ彼らはここで物を運んでもらえようと。で、お、なんかいるじゃん。パスで寄せ、パスで。楽しそうだな。あと水辺はどこか。あー、向こうにあるのか。なるほどなるほど。橋ってどこにかけてるんだっけ、今。ここにかけてるのか。あー、ここ中ピクミンがまだあれと。はい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 。あ、どの道、そうだね。こっちからかな。原生生物を持ち帰るのはこの辺でやめておきましょう。ある程度メンバーは揃っているはずなので。
この敵をとりあえず倒すところに専念していきましょうか。よっしゃ、ナイス。そして、ああなるほどね。この近さにあるってことはあれだな、そこに抜き道があったんだ。よいしょ。これはよいしょ。ルイ君は何してる今ここで。集めてきて、キーピクミンいるからここまで移動かな。メンバー集めてもらいましょう。メンバーには向こうに攻撃してもらって、あとはこっちのハピクミンに。よいしょ。あれ、なんで君は突撃しないんだ。えい、よいしょ。こっちはこっちでまた生まれてるのか。よいしょ。壊れたね。この先を見ていくと、キーピクミンが何匹かいて、あ、見どうか、寄ろうか、じゃあ。待って、これ、何に向かってる？ここが部品だよね。ここを取りに行く必要は、キーピクミンが少ないからか。じゃあ、取ろう。大丈夫よ。食らいつくせ。奥の、あ、落ち。こいつは赤ピクミンじゃなくて青ピクミン用でした。オッケー。で、キーピクミンをここで用意していきましょう。これなんだ。あ、普通に運ばなかんやん、これ。どこに運んでるのかな。運ぶパーツはこれと、あとこの奥だよね。なのでルーイ君はちょっと一旦ここかな。で、彼らもまあこれは赤ピクミンに運ぶか。進めないって言ってますね。ああ、こっちがまだできてないからね。あれ、どこに残ってるんだ。じゃあ河原というか橋のかけらって、なんか後ろにいない、これ。あ、いけてるわ。あ、今完成したのか。なるほどなるほど。じゃあ大丈夫だね。であれば本体と合流といったところでしょうか。本体分体が合流していく。残り2分。これ正面の敵倒しながら行きたいところだね。行け、やつらをあれするな。物量戦じゃー、突撃ー。クリラーいいぞ。あれ、運んだ子はあっちにいるのか。おいでー。よいしょ、倒すぞ。で、彼らにはここを倒してもらいたい。あ、やばい、ちょっとだいぶ待って。違う、あと1分、これ間に合うか。
数で押す、数で、数で押すんだ。よいしょ、やらせるな。よいしょ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 、数寄せ。残り20秒。これじゃない、どこ行った、あったあったあった、運べるかな、運ぶんじゃ。残り13秒、ギリギリか。あー無理かなこれ。あ無慈悲な時間。妻よ子供よ待っていてくれよ、タイムアップいやダメじゃん、ダメだったじゃん。むーもう少し頑張ってくれんか、借金生活はこれじゃ無理じゃわいと言っておりますが、いやこれちょっと再挑戦したいな。再挑戦します、もう一度やらせてください。邪魔する厳正生物を倒してパーツ安全に運ぶのじゃ。ちょっとさっきの反省を生かしていきたいところですね。さっきの反省ですが、まずここを最速で行かないといけない。ここは分かれて、よいしょ。ルイ君は上から、僕は、ルイ君は下から、僕は上から、やる必要がありましたね。ここに2度来てしまったのが非常に良くなかった。そうだね。よいしょ。ルイ君はなぜ止まっているんだい、君は。よいしょ、これで合流ですね。で、残りがないことを、残しがないことを確認します。で、滑りながら降りていきましょう。で、次、ここですね。もう最速で叩く必要があります。もう道をさっと作っちゃいましょうって感じですね。よいしょ。ここは全員でしっかりと倒していきたいところ。間違えた、ルイ君では何もならない。よいしょ、オッケー。で、今回結構キーピクミン使うんで、キーピクミンをあれしていきましょうか。ここ分隊で分かれます。で、オリマ君は今のうちにこのキーピクミンが行く先に先回りしましょうか。で、次青ピクミン役のルーイ君はこちらを壊します。ルーイ君到着であれば引き抜いていきましょう。よいしょ、まあ、1個ぐらい残っててもいいでしょう。で、この先に原生生物がいるので、それを倒していきましょう。これで一通り倒し終わったかな。そうだね、取りこぼしもないですね、と。で、次、この先ですね。この先、あれだな。ブーブーがいるのか。ここ壊しておきましょうか、じゃあ。で、今のうちにこれをある程度前まで運んでおきましょうか。当たりを。で、残りをこっちにエイドしていきましょう。こっちに。ルイ君、排水の陣。あれ、突撃だよ、突撃。よいしょ。こっちクリアできたので、じゃあこの子でも倒しておこうかな。さっきこの子は陸上上がってきたんですよね、しれっと。それはちょっと非常に困るので、よいしょ。
新たに生まれた、よいしょ、形をあれしておいて、痛い、いけー、ナイス。ちょっとこれはここで置いといていいですね。よいしょ、一番凶暴なタイミングで毎回投げてる、すまねえ。よいしょ、あ、ちょっと待ってね。黄色はうん、まあいっかな、飛ぶ必要ないかな。あ、まだ1個できてなかった。で、ここの分体も抜き終わっているので、そうね、じゃあここを倒していきましょうか。攻撃する前に倒せばこっちの勝ちだよと。いけ、数で押すんじゃ、数で押すんじゃ。オッケー、実質無傷。ここ赤ピクミンがいっぱい取れるので、よいしょ、この子たちはペペアーと滑り降りる感じで、突撃でいいのかな。あ、突撃で秒で終わったな。で、壊してもらいながら吸いながらって感じかな。よいしょ、上は特に何もないよね。ここ帰ってくるので、よいしょ、ルーイ人体は、ルーイ人体何やってたっけ。いや、ここにいる橋を、あー、なるほどね。じゃあまず橋かけましょうか。これ赤ピクピン増やすための移動ですね。で、こっちの艦隊は突撃。で、こちらはなんだ。ああ、はい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 。もう鉢ができているので、ではこのロケットのパーツのところまで移動しましょうか。で、ローリー艦隊はこっちになんか赤ピクミンが落ちてるらしいので、まだ。ああ、あれか。割ってんのか。なるほどなるほど。よいしょ、1、2、3、4、5。あれ、足んなかった。で、この先進めないので、まだ多分、あれ進めないの、なんでだ。あー、こっちがまだだったか。なるほどなるほど、原生生物がいるんだよね、まだね。この橋は架けないといけません。5分か。ちょっと怪しい時間になってまいりましたが。ちなみにこの先は、ああ、キーピクミンがいるのか。そこまでいらないんだ。今回じゃあこの奥必要ないですね。じゃあミスター・ルイはこっちかな。行って、ここまで行っていってみようか。あ、言うてこっちもやれることないのか。よしよし。じゃあ残りこの原生生物くんたちを倒していくだけですね。いけ、数で寄せ、数で。よいしょ、ナイス。で、この20を秒で。で、終わり？いいね。で、あまりを運んでいきましょうか。よいしょ、さあこれで橋がかかるか。橋のかけらって他ないよね。かかるはず。あ、まだ運んでる子がいるのか。
ピピーと。ここでオリマー分隊と合流ですね。で、オリマー分隊と合流したら、こっち側かな、適正生物倒しながらいけるかなってとこでしょうか。まあ、いっか、いっちゃえ。ナイス。ちょっと一旦待ってくれ。もうここは数で押す。オッケー。いけー、いけー。オッケー、ナイス。で、ラケットのパーツを運びながら、我らはこのワンちゃんを突破していかないといけない。OK、いいね。で、ここにでかいのが確か出てきたはずなので、よいしょ。ああ、なるほど。倒せ、全員で倒せ。で、コスドロちゃんが、よいしょ、ナイス。突撃じゃー。こっちじゃない、こっちじゃない、こっち倒すんじゃ。きっとまた出てくる。出てきたー、倒せー、やったー、よし。で、もうあと誰でもいいから、あ、待って、なんかちっちゃいのがいる。これを守っていきたい。それ、これを倒して、これを、そう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 、そいつ結構ピグミンやれてんだよ、僕ら。あ、運べたかな、よかったー。残り1分初見じゃないのに残り1分は、まあ、なかなかの難易度でしたね。結構これカツカツなんだよな、ギリギリでしたね、時間が。もうちょっとうまくやれるのかな。よし、ということで、ボーナスはやれんが部長層をやるぞいということで、形だけ、はい、銀メダルですね。まあ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 、なんとかなったでしょう、よかったー。いや、こういうのはしっかりクリアしていきたいですからね。プラチナまでは全然いかなかったけど。さあ、日本見ていきましょう。なんとか無事にパーツを回収することができた。しかし、この先のエリアには凶暴な原生生物が多く生息しているようだ。ここは、ルイ君と協力するしかないだろう。別々に行動していても、お互いに助け合う方法はあるはずだ。不安がないといえば嘘になるが、我々のチームワークが試される時が来たようだ。ということで、今回、デイ4ですね。これにて完了でございます。無事パーツを回収することができたんですが、まだ先に他のパーツが置いてあるんでしょう、うん、そういうのをしっかり組み立てていきながら、最終的に持って帰れたなという感じですね。多分2人で来たのはあれかな、あのこっちに PNF404 に来るためのロケットに帰り乗っていく子と、あの直したロケットを乗っていく子で、こう1人ずつでビャーって帰るのかもしれませんね。はい、ということで今回はこれでおしまいでございます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。